ラディスラオ・マズルケビッチは、ウルグアイ・マルドナド県出身の元サッカー選手、サッカー指導者。元ウルグアイ代表。ポジションはゴールキーパー。ポーランド系ウルグアイ人。1960年代から1970年代の南米を代表するゴールキーパー、あるいはウルグアイサッカー史上最高のゴールキーパーの一人と評されている。マズルケビッチは、ポーランド出身の父と、 スペイン出身の母との間に生まれた。モンテビデオ郊外のラシンクラブでモンテビデオで育ち、当初はディフェンダーを務めていたが、クラブの幹部から不適格とみなされ、15歳の時にゴールキーパーへ転校した。また、少年時代にはサッカーの他にバスケットボールの選手を務めており、サッカーよりもバスケットボールに傾倒した時期もあったが、この経験が、 キーパーに必要な敏瘡性やジャンプ力をもたらした。キーパーに転校後すぐに頭角を表し、1963年にラシンとプロ契約を結ぶと、1965年に CA、ペニャロールへ移籍した。当初はルイス・マイダナが正キーパーを務めていたが、同年に行われたコパリベルタドーレス準決勝のサントス FC 戦からポジションを獲得。 1966年の同大会決勝ではアルゼンチンの CA リーベルプレートを下して優勝。さらにインターコンチネンタルカップではスペインのレアルマドリードを相手に無失点に抑えて優勝に貢献した。また、1968年に行われたダヌービオ FC 戦から同年10月13日に行われた CA リーベルプレート戦にかけて985分間。 無失点という国内記録を打ち立てており、2003年にグスタボム・ヌアがこの無失点記録に迫ったが、記録更新は逃した。1971年、ブラジルのアトレチコ・ミネイロへ移籍し、評価を得た後、1974年にスペインのグラナダ CF へ移籍したが、手首の怪我のためにシーズンに2試合の出場に止まった。その後、チリの CD コブレロア、 コロンビアのアメリカで狩りでプレーした後、フルスの CA、ペニャロールに復帰し1981年限りで、現役を引退した。打診在籍時の1964年に U-20 ウルグアイ代表に招集され、コロンビアで開催された南米ユース選手権に参加したが、正キーパーはペニャロールのエドアルドガルシア・バルガラが務めたため、出場機会はなかった。 ウルグアイ代表としては1965年1月に行われた東ドイツ代表戦でデビュー。1966年にイングランドで開催された 1966FIFA ワールドカップではグループリーグをフランス代表戦での PK による1失点に抑え、イングランド代表をついで2位で決勝トーナメントに進出。準々決勝ではウルグアイが2人の退場者を出した。 こともあり西ドイツ代表に4失点を喫して、敗れたが、マズルケビッチ自身は大会を通じて、ソ連のレフヤシンイングランドのゴードンバンクスと並ぶ、世界的キーパーとの評価を得た。1967年、地元、ウルグアイで開催されたコパアメリカではパラグアイ、代表戦と、アルゼンチン代表戦の2試合に出場し、優勝に貢献。1970年、 メキシコで開催された 1970FIFA ワールドカップでは準々決勝までの4試合で1失点に抑えたが準決勝ではブラジル代表に1の33位決定戦では西ドイツ代表に0の1のスコアで敗れ4位という結果に終わった一方この大会でも安定した守備を見せたことから大会ナンバーワンキーパーという評価を得たその後 代表から遠ざかっていたが1974年に西ドイツで開催された 1974FIFA ワールドカップの直前にウルグアイサッカー協会が所属クラブのアトレチコミネイロに対して違約金を支払う形で呼び戻された。この時期のウルグアイ代表は低迷期にあり、マズルケビッチ自身は王子のプレーを見せたもののグループリーグで敗退した。 同年6月23日に行われたスウェーデン代表戦が最後の試合出場となった。ウルグアイ代表としての通算成績は国際 A マッチ36試合出場。現役引退後はサッカー指導者に転じ、1988年から1989年にかけてフルスの CA ペニャロールの監督を務めた。2002年に日本と韓国で 共同開催された 2002FIFA ワールドカップでは、ウルグアイ代表のゴールキーパーコーチ、晩年は CA ペニャロールのゴールキーパーコーチを務めた。2013年1月2日、呼吸器疾患のために死去。67歳没。ありがとうございます。